SG 第26回オーシャンカップ2日目オープニングカードを勝ちました前田翔太選手にお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はアシムのプレゼント、はい、ありがとうございます、はい、お持ち帰りください。結構本番レース風の吹き方強弱があった感じでした。そうですね、朝から強いんで、はい、しっかりスタートだけはいかないとなと思ってました。わかりました。ではレースを振り返っていきましょう。さてそのインコースからスタートなんですが、はい、自分の思ったしっかりいったスタートでした。いや早いなと思ったんですけど、はい、外がなかなかやめないんで、うん、なんかまあそのまま行っちゃいました。そのまま行っちゃいました。ただスロー揃いましたよね。はい、なんでよかったですね。はい、で先に回ります、はい、ここグリーッと帰ってくる感じっていうのは、まあ、ちょっと直線余裕あるんで1コーナーは余裕持って回れたんで、はい、しっかり落として回ったんですけど、はいはい、伸び寄りというコメントを聞きましたが、はい、伸び良さそうですね。なんか伸びが良さそう、はい、この伸びを生かした状態で何か他のところを調整されたんでしょうか。まあ、はい、ペラは調整しての今の伸びなんですけど、もうこの感じでいこうと思ってます。そうですか、はい、やっぱり風の吹き方で2マークが乗りづらかったりとかっていうのはありました。むちゃくちゃ慎重に回ってます。ああ、そうなんですね、はい、やっぱりこう風も読みながらというレースだった。そうですね、うん、でも1着上がりましたんで、はい、やっぱり嬉しいですよね。はい、はい、もうここだけは、ここだけはというか、うん、インなんでちょっと負けられないんでですね、はい、頑張りました。はい、さて、G1 のね福岡、はい、初優勝が上がりまして、はい、やっぱり実感は湧いてきました。まあそうですね、どこに行っても記者さんたちからも声かけられるし、うん、先輩選手からもおめでとうって言ってもらえるんで、はいはい、嬉しいですね。はい、欲しかったタイトルでしたもんね。そうですね、はい、さてではリズムよくここに乗り込んできたと思っていいですか。はい、継続中です。わかりました、はい、では最後にファンの方にもう一言メッセージお願いします。はい、5レース後もここに戻ってこれるよう精一杯頑張ります。応援してください。前田翔太選手にお話を伺いました。後半も頑張ってください。はい。